はい、どうも皆さんお疲れ様です。ターポンです。ターポン実況するライズ・オブ・ザ・トゥームレイダー、今回は、第16回目になるのかな、続きをプレイしていきたいと思います。前回からの続きですね。このまあなんとか橋をね渡るとこまで来たので、早速橋を渡っていきたいなと思います。よし、補充してロープかけて、よいしょ、よし、オッケー。でこれでよっ、よし、堂々と渡れるぜ。これで弾回収しよう、弾回収しよう。ああ、やべえやべえやべえ。ええ。OK。あちゃ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 あ。熱いマジで。え、よっしゃ、よし、たどり着いたぜ、ここまでな。はい、よいしょー、ハンドマジか。うわー、やばい、屋根を感化する、やばい、走れ。登れ。頑張れ、頑張れララ。そういうこと。ダッチキー、うん、危ない、いてててて、敵旅行はと行って、行ってえな、おい、あーなんだー、マジか、嘘だと言ってくれー。ララ、トリンキーが突破したわ、これだぞ。お、ベースキャンプ、ベースキャンプ、あ、間違えた間違えた間違えた、ごめんなさい。よし、あれか、
ちょっと。こっちか。オッケー。よし、オッケー。ほら。よし。ほら。終わっ。間違えたー。間違えました。あ、ごめん、間違えた。間違えました。ああ、よし。わっ。よし。ほら。よし、オッケー。こっちだな。ほら。やべえ、なんでよし、こっからなんだね。おー、よし、オッケー。ほら、よし、よし、惜しい、惜しいな、惜しいよ、めっちゃ落ちるな。オッケー、うわ、どうすればよかったのこれ。勢いで飛んじゃいました。取ったれー。これであれか、分かりづらいよ。うわ、いくぜ。あっ、危ねえ。オッケー、行こうか。よし、これどうすればいいの？この部屋登れんか？行けたわ、ここか。オッケー。ほら。よし。オッケー。あー、ベースキャンプ。ありがとう、ベースキャンプ。ナイス、ベースキャンプ。行くぞ。よし。登れ。
おお、カメラワーク。わっ。こっちか。おー、危ねえ。頑張って、ララ。あら、取りに不死体か不滅体か。上に登ってる。頼むから足場崩れないで。わあ。おお。うわあ。こっちか。頼むよ神様。うわあ。嘘だと言って。こんなん寿命が。あー、なんで、資格をしたのに。くそ、資格をしたのにな。よっ。よし、初めからこっちに渡ればいいんだよ。あー、登るぞ。え、ダメだ。ダメな、今の。今のダメな。登れ。頑張って、ララ。わー、やばい。うれ、ほら。はあ、よくロープ切れなかった。すごいことになってる。もう抜けていくのか。あそこだな。アナ。ダラ、出て。ソフィア、どこにいるの？ダラは、ダラ。ここからできる限りのこと。ありがとう。ソフィア、どんな助けもありがとう。よし。うん、やべえ。あいつら、あいつらって反動ができるな。オッケー、生見ろ。
おら、おれ、ああ、ララ、どっかに隠れてしまう。発砲するからここを離れて。ヘッドショット。普通の人間相手だったらなんとかなる。ヘッドショット。いで、あぶね。ああ、どうしようかな。参ろ。よし、あいつ自滅しやがった。邪魔。リロード。いるんだよ。ああ、もう。よし。ナイス。ありがとう、ソフィア。助かったわ。開始しよう。いやね、予感がすぐせ。このロング、これ以降は引き返せません。ファストと、なるほど、最後の時と、そういうことね。あーし、じゃあ行きますか。じゃあ一気に、では一気に行くよ。よし、行くぞ。間違えた。行きます。ほらー。よし。よし、オッケー。ほっ、ほっ。頂上か。ソフィア、投石機であいつを狙える。やった、準備して。塩でも投げてみたらどうだ。ギリシャ火薬の弾、投石機を準備するわ。待って、発射準備 OK。 発射。ヘリが速すぎる。当てるなんて無理よ。待って、考えがあるわ。どうすんで。弾がヘリに近づいた時に私が弾を撃てば、その爆発が届くかもしれない。そうだといいけど、合図をちょうだい。準備する。発射。行くわよ。よし、こういうことか。どんなもんよ、この野郎。ロクモ、分隊を送れ。すぐにあの女を殺せ。どっから来んの？来た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 。エンジェ！ララ、こっちは襲われてるわ。いや、こっちも来てるわ。こっちも来てるよ。そこから逃げるのよ。いや、私たちは戦い抜くわ。ありがとう、ソフィア。すごいね。あれ、撃ちたいっけね。
こいつらうまいこと戦わせりゃ。敵はまだまだ行くぞ。待って、もう一度キャビしてる。まだか。当たったか。え、ちち死んだ。くそ、強え。強いよ、これ。やべ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 。バカ野郎が。やべやべやべ。え、いけいけいけ。今よ。行くわよ。当たれ。戦ったらどう、臆病者。もう、まだ生きている者がいるなら、クロックもう OK だろ。最後の命令だ。来て来て来て。どっちから来る？どこだ？前も死ね。ショットガンはまずい。弾はあるか？てえな、ほら、このバカ野郎。あれを生身に人間にやれた、なかなかエグいけど。お前はザルか。敵の量が多すぎだ。いて、くそ、デスブロームが当たらなかった。よし、落とした。よし、あ、危ねえ危ねえ危ねえ。おい、わあ、あっち、カチャをつけようじゃないか。早くしろ。やべ、よっしゃ。どうだか、そっかね。
痛い痛い痛い。今度はこいつらか。勘弁してくれや。どうすればいいのかな。やるか。さあ戦闘と行こうじゃねえか。よしよし。お前と私だけだな、ララ。お前には武器も味方も希望もない。ここがお前の墓場だ。うるせえ、くらえ。斧最強説見せてやら。出てきて私と戦え。こそこそ隠れるのはよせ。君の友人たちよりは楽しませてくれるだろう。オブジェクトでかくらん。君は友人のジョナの死に際を見たが、内臓をやられて死ぬというのはひどいことさ。見えてるぞ。はっ、おれ、いけいけ。私の運命は魂の魔と共に。確実にあるよ。ほら、おれ、やったか。返せ返せ。終わりだ。私は偉大な人間だ。あなたは偉大でも何でもない。アナにそう信じ込まされただけよ。やったことは姉さんのためだ。私の前から立ち去るな。トリニティがお前の父を殺したんだ。嘘よ、そんなの。彼は命。出てこい、勝負しろ。彼は命乞いをしていた。それが無理だと分かったら、今度は君の命乞いを。終わりだ。死んで。
よし、行こう。魂が何もないことを願うよ、俺は。あとはアナだ。アナ、やめて。テスタはもういないし、コンスタンティンは死んだのよ。いやよ。トリニティがもたらすのは死よ。それが全てなの。もうやめて。このために全てを犠牲にした。今さらトリニティに渡す気はさらさらない。お父さんはどうなるの？歴史上の笑い者になってもいいっていうの？やっとここまで来たのに簡単に諦めるの？その犠牲を払う覚悟はできてるわ。あなたには譲れない。これで救えるのよ。苦しみ、死にかけている無数の人を。さあ共に変えましょう、世界を。代償は高くつくわ、アナ。生は決して永遠じゃない。死は生の一部なのよ。言うのは簡単よね。あんたは死にかけてないもの。あなただけの問題じゃない、人類の問題よ。人であることの意味を守らなきゃ。奴らが来る。囲まれた。ジェイコブ、危ない。神秘の源は世に出してはならない。今がチャンスよ、ララ。私たちがやってきたことが報われる。もうクロフト家の人間が死ぬことはない。覚悟はできてる。私は違う。お願いよ、死にたくない。唯一の望みなの。アナ、ダメ。長く生きすぎた。壊すこと分かってた。長く生きてきたが、君のような人間は珍しいよ。いよいよだ。私の最後。ごめんなさい。何か変えられると思ったのに。変えたさ。君は立派だ。愛しいララ、私が亀に塗りたくった恥を墓の中の父が知ったら安らかに眠れないだろうと思うよ。クロフト、亀に何の意味が。私はいつかお前が成功することを願っている。いいか、類まれなものとは成し遂げたことによって決まるのだ。神秘の源はあれでいい。パパに申し訳ない。彼も同じことをしただろう。さあ、飛行機に乗るんだ。
の最後のテープを何千回も聞き直した。だけど今になって初めて父の言葉を聞いてる気がするわ。父がどんな選択をしたかなんて関係ない。私自身の決断をしなきゃならないのよ。キーテジの神話は真実なんだわ。世界を変えることができる秘密がそこにあるのよ。見つけなきゃ。父のためでもない、誰のためでもない、変えるためよ。それが正しい方向であることを祈るわ。おお、はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。これにてライズオブザトゥームレイダークリアでございます。いや、非常に、まあ、一番最初かな、ワンの、トゥームレイダーやってたんですけども、2作目になってだいぶパワーアップしたララが帰ってきて、まあ、3作目もね、もうすでに、シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダー出てるんですけども、そちらもですね、ちょっと気になっているのでやっていこうかなと考えております。まあ、プレイステーション4になって、まあ、グラフィックとか、強化されたってところも含めてすごくやっててね、楽しい、タイトルでしたね。まあ、次回以降も、いろんなシリーズで、やっていこうかなっていうのと、やはりプレイステーション3で、やってたゲームが今でプレイステーション4になってリメイクできてますので、そちらもどんどんやっていきたいなと、実は考えております。というわけでね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回は、こちらで終わりとなりますので、次回また楽しんでいただければなと思います。というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。サフロールの途中ではあるんですけども、一旦戻るでタイトル画面にちょっと戻りたいなと思います。この後なんか続きあるかもしれないんでね、ちょっと戻ります。あれ、まだこの続きがあったんだね。アナ、もうクロフト家の人間が死ぬことはないって言ったのね。どういう意味なの？あなたが父を殺したんでしょう。トリニティは彼の処刑を命じた。でもできなかった。嘘よ。愛してた。始末しました。よし、クロフトはどうしましょう。まだだ、まだいい。スナイピングされたトリニティか。はい。こんな終わり方なんでね、もう完全に次回ありますよって感じで終わるんですね。はい、というわけで皆さん、じゃあ次回、もしかしたら3作目やるかもしれないんでね、楽しみにしておいてください。お疲れ様でした。